全音音階は、全音のみで1オクターブを6等分した音階。ポピュラー音楽では、ホールトーンスケールと呼ばれる。リチャード・タラスキンによると、全音音階を意図的に用いた早い例としては、フランツ・シューベルトのミサ曲編補蝶長 D950 のサンクトゥス冒頭ーーなどがあり、シューベルト音80奏曲へ蝶々 D803 の最終楽章では、バイオリンとビオラに、 全音音階の加工音階が出現する。また、フランツリストも全音音階や八音音階を用いた。ミハイル・グリンカは、ルスランとリュドミラで、全音音階の加工音階をチェルノモールの主題として、用いている。第一幕で婚礼が突然中断され、猛烈な全音音階が聞こえてリュドミラがさらわれる、シーンは大変に印象的でよく知られる。有名な序曲では、 高ー部分にこの主題が出現する。ルスランとリドミラは、ドビュッシー以前の全音音階の使用例としてよく知られている。クリンカ以来、全音音階は、ロシアの多くの作曲家によって用いられた。ピョートルチャイコフスキーは、公共曲、第2番の最終楽章で、全音音階を用いている。アレクサンドル・ボロディンは歌曲、眠る王女で、全音音階を使っている。 ニコライ・リムスキー・コルサコフは、公共曲、アンタールで、全音音階の加工音階を用いている。全音音階を最も盛んに用いたドビュッシーは早く1870年代、パリ音楽院時代に、ルスラント・トリドミラや、リムスキー・コルサコフの還元楽曲、サトコなどを知った。1887年のカンタータ、春で、すでに全音音階を使用しているが、 ドビュッシーの全音音階の使用には1889年のパリ万国博覧会で接したインドネシアジャワ島の音楽の影響も指摘されている。一般になじまれているドレミファソラシドといった音階では全音と半音の両方が使われているが全音音階では全音しか使われない。そのためドレミの次はファではなくファソラとなる。ラの次はドになってしまう。 音階を構成する音の数は6個である。同様に半音ずらすとド・レ、ファ、ソ、ラ、シとなる。主音をどれに持ってきても、この2種類しか存在しない。古典的な意味での火星の調和を全く目標としていない音階である。また、全音と半音の配置から決定される、全音階における主音のような音階の中心音を認識することが不可能となり、 古典派やロマン派の音楽の大前提であった調整を崩壊させることにもつながった独特の印象のある音階である。もちろんどんな音階もそれぞれ独特の印象を持っているのだが全音音階は他のどの音階とも似ていない。完全ご度の音程を持たないため通常の西洋音楽に出現する超三和音、単三和音を音階にある音だけで構成することができない。 オクターブを単純に等分することによる平坦さは平均率と相性が良い。また調整感覚をぼかすのにも都合が良く、ドビュッシーはそれを目的に多用した。メシアンの1944年の理論書、我が音楽語法の中では、7種類の胃腸の限られた戦法のうち、第1番として定義した。前述の通り、この音階には2種類の胃腸以外あり得ないからである。 ありがとうございます。